本丸と二の丸越えず復興天守島原城は長崎県島原市城内にあった日本の城。別名は森竹城や高木城。城跡は長崎県指定史跡に指定されている。島原城の空中写真。1975年。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成有明海に臨み。 雲仙岳の麓に位置する。上角の形式は、ほぼ長方形の連角式平常で、高く頑丈な石垣が特徴である。本丸は周りを水彫りで囲まれており、二の丸と廊下橋形式の目標を一本で繋がれている。橋を壊せば、本丸を独立させることができるが、逆に袋のネズミ状態になり、しかも廊下橋は防備上、矢玉が当たりにくくなるので、 縄張りの欠陥とも言える。同じ事例に高松城の天守グルワがある。また、天守は破風を持たない、独立式相当型55階で最上階の巡る円降欄を後に、問板で囲ったため、塔を作りのようになっていた。江戸時代は、島原藩の成長であり、藩主の居所であった。成立当時の領主である松倉氏の事業は4万国であったが、 そう石垣で天守と四十九棟を建て並べた。火山灰や溶岩流でなる地盤での不振工事は困難であったとされ、続く松倉勝家の第二、領民の一揆を引き起こす一員となった。明治以降は廃城処分となり、建物などは撤去され、現在は本丸に天守、矢倉、長兵が復興され、城跡公園となっている。石垣と堀は、 江戸時代から残っている。堀では1950年代まで農家が栽培していたレンコンが根付いており、秋にレンコン堀大会が開かれる。城内に再移築された建造物として見どみろがある。また、カラメテモンであったイサハヤモンの門扉が、木内の民具資料館牛虎ラ,ラの中で展示されている。この他、雲仙市小浜町の歴史資料館に二の丸五門が、 市内本港寺町の本密寺時和歴史資料館に、三路丸にあったご茶屋上番御店が、それぞれ一築され現存する。ありがとうございます。